緊張しないようにするためには直前編。緊張しないようにするためにはということについてお話ししたいと思います。今日は明日東京マラソンが開かれる東京に来ています。そして東京タワーの真下からお伝えしようと思います。緊張している時は頭の中からノルアドレナリンという物質が過剰に分泌されている状態を疑っていて、その対処策としては同じ脳内物質セロトニンという物質が脳内物質をコントロールしてくれてノルアドレナリンの暴走を抑えてくれます。ですので私がしていること3つあります。この前は中学生の200人の前でお話した時もバクバクしました。その時にした3つのことをお話ししたいと思います。1つ目、演壇に立つ前、そして演壇に立ってから姿勢を正すこと。そうすることによって重力に逆らう抗重力筋という筋肉が活性化されることによってセロトニンも活性化されます。2つ目は深呼吸です。特に腹式呼吸、手をお腹に当てお腹が膨らむようにやると呼吸を助ける横隔膜という筋肉がたくさん伸び縮み、横隔膜という筋肉が伸び縮みすることによって副交感神経っていうのが優位になりノルアドレナリンが抑えられます。そして3つ目は今私がしていますが笑顔です。笑顔をすることによってこの表情筋を活性化することによってセロトニンが活性化します。この3つのことを私も講演前にやりました。そしてレース中も常に心がけています。ぜひお試しあれ。リキューチャンネルの動画を見逃したくないあなたはチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。